ということでね、今回はね、今読み終わりました。青豚でございます。本当ね、今読み終わって、もう本当に2、3分ぐらいね、経ってからもう早速ね、感想言おうかなというところなんですけど、やっぱね、フレッシュさをね、大事にしております。青豚、迷えるシンガーの夢を見ない、青豚シリーズ最新刊になります。はい。いやー、今回はね、そうね、今回から大学生編ですね。今までやっぱ高校生っていうところだったんですけど、まあいろいろ心機一転というか、いろんな立場も変わってきたりとかいうね、感でございました。今までのキャラクターね、ほんと、みんな、勢揃いでしたね。みんなの、何年だっけ？まあ結構経って、いろんなね、成長してる姿を見せてくれました。なんかね、双葉がね、塾のね、先生やっててね。もうそれも作田も一緒にやってるんですけどね。いや、双葉がね、好きなんですよ。いや、双葉良かったですね。挿絵の双葉がいたんですけど。まあ、それは見てください。まあ、それもまた良かったですね。まあ、ということで、今回本題ですね。はい。スイートバレットの宇月が中心となってくる物語でございます。はい。まあ、のどかの所属する、アイドルグループの人ですね。宇月は。いやいやいや、この子が中心となってくる、まあ今回、思春期症候群って言っていいんですかね、はっきりと。まあ、それにまつわるお話でございました。で、今回っていうのは、宇月がもともと空気が読めないっていうキャラクターだったんですよね。空気が読めなくて、まあ元気なキャラクターだったんですね。ですけど、ある時、その空気を読めるようになってしまうっていうことが起きてしまって、まあそれで見えてくるものが違ってくるんですよね。今までその空気が読めなかったから周りのことあんま見えてなかったんですけど、空気が読めるようになって周りを見渡してみたら、どうやらみたいな、いろいろ考えさせられるところが、自分自身の中に出てきて、それで悩んじゃってっていう感じでしたね。はい。ということでね、今までってその最初言ったように思春期症候群っぽくないよねみたいな話したんですけど、そうなんですよね。今までの思春期症候群って本当に世界のその法則とかを丸々変えちゃうみたいな、世界に干渉してくるようなお話っていうか、そういう現象のことだったんですよね、全体的にはね。で、今回のって本当誰しもがその成長していく過程で味わうというか、経験してもおかしくないようなことなんですよね。その空気を読めるようになって周りを見る目を手に入れるっていうのは、それっていうのはどうなんですかね、思春期症候群なのかなみたいな。でも最後でそれは分かってくるんですけど、そんな感じのね、宇月の話でしたね。まさかこの子がね、一応ヒロインですかね、ヒロインに上がるっていうのはちょっと思ってもみませんでしたね、最初に登場した時を思い返してみると、っていう感じでした。で、今回は本当に、なんていうのかな、いわゆる序章っていう感じで大学生編の始まりだったんですよね。今までのキャラクターの、まあ、成長したその後の姿、楓だったり、もうみんなですね、舞先輩のね、美しさに磨きがかかってましたね。あれ、もうこの人もすごいところまで来たな、みたいなところを感じさせられましたね。で、本当にいろんなキャラクターたちの成長を見せてくれて、で、それと今後の青豚シリーズ大学生編がどんどんね、刊行されていくと思うんですけど、それに対する振りっていうのがしっかり効いてましたね。はい。まあ、これからこの子が、なんていうか、思春期症候群になって、いろいろ問題を抱えてくるんだろうなっていう子が出てきたりとか、本当新キャラで言うと、ミトーちゃんっていうね、子がいるんですよ。ミトーミヨリか。この、サクタとね、同じ大学の学部に通う、まあ、子なんですけど、もうすごくサクタに似てるんですよね。今時スマホ持ってなかったりね。で、なんか雰囲気もサクタっぽいような、っぽくないような、みたいで、結構話が合う子なんですよね、この子は、サクタと。で、この子はまあ確実にヒロインとして、新ヒロインとしてね、今後は出てくるんでしょうね。何かしらの形で。っていうか、思春期症候群患うんでしょうね、なんか。とかね、あれですね、前回ランドセルガールの最後の引きで出てきた中学生の頃、サクタと、まあ、同級生だった赤木育美っていう子もね、出てきたりとか。結構これから、まあね、キーマンになってくるような子がいっぱいね、振りとして出てきましたね。まあ、赤木育美に関してはね、最後あんだけ盛大な振りしといて、今回ほとんど振れなかったんですけどね。本当になんか、学内でなんかボランティアのなんか、ボランティアやってますみたいなこと言ってるだけだったので、今後どうやってかかってくるんですかね。ちょっと楽しみですね。かなりのキーマンっぽかったので。はい。で、やっぱり今回はほんと最後のライブんとこは痺れましたね、あそこは。
あそこで宇月が立ち上がって歌い出して、そっからの秀章への流れ、秀章のお話もすごくいいんですけどね。いや、あの一連の流れすごく良かったですね。で、宇月が結局なんていうのかな、まあ、これからの決意固めて大学を辞めてバイバイっていうところが本当最高に良かったんですけど、いや本当今回はね、その大学生現状不詳なんですけど、やはりその思春期症候群の規模としてはそこまで大きくなくって、よりなんていうのかな、その読者っていうか読んでる人たちに対して、そのよりなんか感情にできるような、まあ、誰しもがね味わってもおかしくないよねっていうのをちょっとね、取り上げていた内容でもあったので、まあ、それに関して本当青春だなっていう感じでしたね。大学生ですけど青春だなと、青春豚野郎だなと思いましたね。いや、作田はねそんなに話的にはね関わりが深くはないんですけどね、うん、でやっぱり最後が気になりますよね。どうしても最後にその前の巻出てきたね霧島東子がとうとう最後の最後に姿を現すんですよ。作田の隣に立ってるんですよね。なんかミニスカサンタの姿で、えっていう感じなんですけど、あなたには私の姿は見えるのみたいなこと言ってくるんですよ。周りの人は見えてないの、作田だけ見えてるのこれっていうね、あれこれまさかっていうね、あれバニーガールと同じじゃないかみたいな。しかも霧島東子の声は舞先輩に結構似てるって作田も言ってたし、うわなんかもうまた舞先輩絡みでなんか起きそうだなっていう感じの終わり方でしたよね。しかもですよ、そんだけでもびっくりなのに、あの子の空気読ませてあげるようにしたんだけどなみたいなこと言ってたんですよね最後に。あれと、宇月の空気を読めるようにしたのは何、あなたなんですかみたいなね、どういうことなの、今までの思春期症候群ってんっていうことですよね。何かしら超常現象的な感じで不思議なことが起きてるよねじゃなくて、もし霧島、ちょっとなんか分かんない、全然分かんなくなってきましたね。この物語の根幹がいやどこにあるんですかね。ちょっと楽しくなってきましたね。はい、そんな感じのまあね迷いシンガーでした。いやー、宇月はいいキャラですよね。やっぱこの青豚シリーズって通してなんですけど、我を貫けみたいなところがあるんですよね。うん。周りに合わせるんじゃなくて、自分を貫けよみたいなところがテーマとして一つあるんですけど、いや、まさにですよね、この巻。うん。まさにだなっていう感じがありました。いや、良かったですね。うん、その点に関して言うと。ちょっとね、話の規模的にはやっぱ、ちょっとミニマムになってたので、まあその点で言うと今までの巻に比べると、なんていうの、盛り上がりっていう面で見るとちょっと抑えめだったかなと思うんですけど、始まりとしてはかなりいいんじゃないかなと、うん、思いましたね。一応ぽいですしね、その青豚っぽいよねみたいな話だったので、それが良かったですよね。まあそんな感じでね、今回は大学生編ということでしたけど、なんていうのかな、変わりない、もう1年と4ヶ月ぶりですかねに青豚出たんですけど、本当変わりないですよね。なんか皆さんその成長、すごい成長してるんですけど、立場こそ変わっているものの中身は本当そのままで、いや青豚だなって感じがして本当面白かったですね。はい、鴨志田先生本当この引きはね本当すげえんですけど、お願いしますから、もう本当1年、この引きで1年以上待たされるときついかなと感じております。はい、というところでね、早めに続きを見たいね。うん、まあ、本当鴨志田先生最近、まあ、ガンダム関連が忙しかったのもあると思うんですけど、まあ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 落ち着いてきたでしょう。そろそろね、青豚、うん、早めに読みたいですね。というところでございました。はい。ということで今回は青豚の、最新刊、迷えるシンガーの夢を見ないの感想レビューでございました。はい。ということで最後に次回予告ですね。次回レビューするラノベはこちらになります。反逆のソウルイーターになります。はい、こちらの、第1巻の感想レビューあれと思うのでよろしくお願いします。というところで今回は以上です。さよなら。